くぬぎの寺は、滋賀県高架市高賀町くぬぎ屋にある、天台宗の寺院。三号は、伏佐山。陰号は、自称院。本尊は十一面観音で、一位の観音とも称される。また、高賀三大仏の一つである、薬師如来像が安置されている。高賀六大寺の一つで、大見西国三十三観音礼状の第二十九番、札書。当時は、延暦十一年に、 延暦寺根本中道の要材を求めてこの地を訪れた最長が十一面観音を安置したのに始まると伝えられる。延暦二十一年、征夷大将軍に任命された坂の上の田村麻呂が江戸政党に赴いた際に当時の十一面観音を参詣してから出陣したところ、江戸を平定できた。これにより、田村麻呂は当時を祈願寺とし、 大道元年に七道河欄を混流した上、自ら闘身の美写門天像を彫刻し、家来に命じて相撲を奉納したという。以後たびたび道右を消失しているが、その都度再建されている。当時は、延暦寺の有力末寺として、また、甲河六大寺の筆頭として王子は広大な、境内地を有しており、末寺として、阿弥陀寺、仏生寺、常楽寺、地蔵寺、浄道寺、 暗国寺、千住寺などがあった。旧本堂は1968年に消失したが、仏像等は収蔵庫に保管されていたため無事であった。吉祥天立像2016年9月13日から2017年1月9日まで、創建以来初めて、通常は、秘仏とされている本尊で、造高3メートルの巨大な11面間の運座像を、はじめとする重要文化財の平安仏。 全20体が寺街に持ち出され、東京国立博物館で展示された。ありがとうございます。